タケノコタケノコは、イネ科タケア科タケ類のワカメ。日本や中国などの温帯から亜熱帯に産するものは、食材として利用されている。後期には、竹の皮が缶に付着していて離脱するまでのものであれば、地上に現れてから時間が経過して大きく伸びていても、タケノコと言えるが、一般には食用とする地上に缶が出現する前後のもののみを指す。夏の季語。地面から顔を出したタケノコだけと共に群生している。ヨウスタケには、温帯性タケ類、亜熱帯性タケ類、熱帯性タケ類がある。一般に食用にするのは地上に缶が出現する前後のものである。ただし、先述のように後期には、竹の皮が缶に付着していて離脱するまでのものはタケノコであり、特に竹が大きく伸びた後でも先端部の実が竹の皮に覆われている場合にはその先端部の実を穂先タケノコと称して食用とする種もある。温帯性タケ類収穫後のタケノコ陳列例老舗。京都特産品店でのタケノコ販売例春先、地面から芽の出かけているものをタケノコとして食用にする。タケノコは、切断直後より、えぐみが急激に増加する。掘り取ってから時間が経つほど、硬くなるとともに、えぐみが強くなるので、極力早いうちに、調理やアク抜きし下ごしらえを行う必要がある。冷蔵すると味、香りの劣化を遅らせることはできるが、早いほど良い。タケノコの加工品としては、水煮の缶詰がある。その他の種類を含めた外見や旬は、以下のような違いがある。亜熱帯性タケ類京都府、大山崎町天王山におけるタケノコ収穫作業。登山道に沿ったモノレールを用いた運び出し日本では、古来、竹林がある各地域で食用とされてきた。現代の日本では、収穫作業がタケノコ掘りとして、季節の観光行事としても親しまれている。高級品の産地としては、乙国が有名である。乙国山は竹林をふかふかの土壌にして、日当たりも調整する。こうして柔らかく、えぐみを抑えて、香りが良くなるようタケノコを育てている。大阪市の高級料亭では、大阪府貝塚市小積畜産も珍重されている。高級品としては、大間タケノコも有名である。また、石川県金沢市産タケノコは、加賀野菜の一つに選定されている。日本で水煮として、缶詰やレトルトパックで流通しているタケノコの多くが、中華人民共和国からの輸入品となっている。中国では秋にも出荷される。冬を控えて行われる竹園の整備で伐採された地下茎からタケノコが収穫されている。小さく硬いことから、加工食品用にされる。日本料理、若竹に中国料理台湾料理穂先メンマタケノコは、収穫するタイミングが成長し始めてから早いほど、苦味やアクが少なく、美味しいとされる。成長するに従い、含まれている甘味成分が消費される。さらに繊維質が増加して、硬く締まり、苦味もより強くなって食用には適さなくなる。孟宗竹の場合、土から顔を出す前に掘るのが望ましいとされる。マダケやネマガリタケのように30センチメートル程度に成長した地上部を折り取って収穫できる種類もある。タケノコのアクはシュウ酸やホモゲンチジン酸とその配糖体などが主成分とされ、アルカリ性の水で除くことができる。ただし、タケノコはアミノ酸の一種チロシンを非常に多く含み、これが酵素によって次第に変化しホモゲンチジン酸になるため、加熱して、酵素を失活させるアク止めが必要となる。これは掘り取ってから早いほど良いとされ、湯を沸かしてから掘れとも言われる。生産配糖体も含まれているが、薄く切った場合で8から10分以上煮込むと安全になる。なお、ホモゲンチジン酸と違ってチロシンは水に溶けにくく、タケノコの節内部に白い粉末状の結晶として析出し、店頭の半割りされた水煮でよく見かける。日本料理の煮物として調理する際には、米ぬかと輪切り唐辛子などを用いてアク抜きするのが一般的だが、蒸気の通り水で煮るだけでもアク止め、アク抜きをすることはできるため、水溶性ビタミンの損失を抑える、調理の一環や保存のためと解釈される。また、中華料理では湯でアク抜きする代わりに、高温の油で揚げて処理することも行われる。栄養成分はタンパク質に富む。カリウムや食物繊維のほか、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン C、ビタミン E などを含む。食物繊維は小松菜やキャベツと同じ程度であるとされる。ありがとうございます。